しようと思って、うん、上田レイナーファースト写真集が発売になります。おめでとう。買う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 。何冊積めばいい。いや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 、差し上げるわ。あ、じゃあいただきます。リエには差し上げるわ。やったー、嬉しいなー。どんなコンセプトとかって、あ、どこまで言えるの。そうそう、あのね、BLT という雑誌で今まで食べ歩きの連載をさせてもらってたんですけど、その流れで写真集を作りませんかって言っていただいて、で今回その食べ歩きの連載のアザカットとかが、そのまとめたものとかも、まあ、本の2、3割ぐらいかなはあるんだけど、新しい写真もあるんだね。そう、もう6、7割ぐらいは取り下ろしのカットで。じゃあほぼ新しいじゃん。そうそう、ほぼ新し、もう本当に新しく、うん、しかも富山に帰って撮影したんですよ。地元の。綺麗じゃん。そう、結構ね、5、6カットぐらい、その5、6場所、うん、ぐらい回って衣装もチェンジして、豪華。そうで、あのね、カメラマンさんが、うん、あのウェブニュータイプのフォトコラム、この色いいなをやったー、優勝はい、優勝、この写真集優勝決定。ファンです。ファンです。この色いいなのファンです、私。この色いいな、検索していただいて、ホームページ飛んでいただければ、誰でも本当にすぐピャって見られるフォトコラムなんですけど、うん、そこでご一緒してるカメラマンさんと一緒に富山に行って撮影して、で、結構ね、だからウェブニュータイプのこの色いいなと、うん、BLT の食べるの扉っていうタイトルだったんですけど、うんうん、その食べるの、うん、なんか、合同の本みたいな、私は印象がすごくあって、うんうん、で、まあその、取り下ろしのカットは、うん、まあカメラマンさんとのいつものタッグもありつつも、うん、ちょっとこう、なんだろうな、せっかく富山に帰ったっていうこともあって、うん、帰るっていうのを結構どの場所もコンセプトにしていて、なのでちょっとね、攻めてる衣装とか、攻めてる表情とかもあったりするんですよ。富山でしか見られない表情ってことだよね、きっと。そうだね、この衣装二度と着ないだろうなっていうようなものもあったりとか、なんだろうな、貝殻のビキニとかかな。あ、違うか。あれ、そこまで肌は出してないけど。貝殻のビキニはないか。うん、でも肌は出してます。あー、いいね。富山のその白い肌が映えるだろうな。うん、ある部分の肌は出していますね。どこだろうな。なんてうまい宣伝の仕方。見てーなー、その肌。でもそんなね、すごい、そんなセクシーっていう感じかはわからないですけど。でもレイナにね、こう何を求めるかはまあ人それぞれだと思いますけど、うんうんうん、でも、うん、本当にどの場所も全然雰囲気とかが違う、色味も全然違う、うん、で衣装も結構ね、ほとんど自分で考えて自分で私服として持って行ってっていう感じなので、わかりやすく、うん、あ、ここはこういう雰囲気なんだなーっていう違いがあったりするので、うんうん、ぜひね、見ていただきたい。ちょっと日本人ならばやっぱり着たいよねっていう服も着ていたりとかね。幅広い。うん、あとこの部位にスポット当てましたとかね。ブイですか。いろいろあったりするので、貝殻かな。貝殻から逃れられないじゃん。もうでもね、絶対そのこの色いいなを撮ってくださってた、うんうん、その写真のね、その方がいるってことは、うん、ってなると、やっぱその写真自体がアートになるんだろうなっていう印象があって、そうだね、レイナの、うんうん、なんかこうキュートな一面をもちろん見たいという気持ちもあるけど、うん、そういう上田レイナを満喫したいというよりか、上田レイナの作り出す世界を楽しめる本になったらすごい素敵だなって思いがあって、だからそのレイナの衣装だったり肌とかの一部も全てアートって思いたいってぐらい、うんうんうん、なんかこう、あ、この貝殻の花、この肌。貝殻ないからもう言うけど、貝殻はないから。すまん、なかったみんな。ごめんな。絶対検索する人いるから。上田レイナ貝殻で検索しちゃうからみんな。死後恥リスナーだな。すぐ誤解しちゃうんだから。ないです。ないです。まあでもね、そんなね、どんな風になってるかっていう、うんうん、なんかその、本一冊をすごくアート本って言えばいいのかな、まあ、全然見てないですけど。いやでもね、楽しみにしたいな。本当に、ありがとう。なんかこの話の締めくくりに、そういう言葉をね、使いたいと思っていたことを全部言ってくれて。貝殻が見たいな。そっちじゃないんだよ。そっちじゃないんだよな。
やでもね、それはまだその発売とかはいつとか決まってたりするの？発売はですね、うん、6月予定です。ま、ちょ、今日6月4日配信分。みんな急げ。ちゃんと情報はこう、上田玲奈でちゃんと調べるように。本屋そう、BLT さんで、こう発売されて、その雑誌の中で、初めて初、うん、写真集が発表されたので、その雑誌を見ていただければ、まあ、いただいた方は、もうご存知だと思いますし、まあ、これからどういった形で宣伝が始まっていくのかはわからないので、そうだね。そうなんです。公式ツイッターが動いてくれるかもちょっとわからないところで。レーナみたいなツイッターなので、ちょっとね、気が向いたら。ちょっと音楽方面に特化したツイッターなので、そうなんです。なので、まあ、私が言うのもあれなんですが、上田レーナでエゴサーチをしていただけると。英語って言うのかな？まあ、みんなにとっては英語かな。ぜひ。もうね、本当に申し訳ない。レーナの情報、出演情報はもう、みんな自分の手で調べるように。もうね。強く育つよ。レーナのファンたちは。ごめんなさい。本当に、うん。どこかかしらから宣伝があると信じております、ね、私は。そしたらでも欲しい人だけが手に取ってくれるっていうのも幸せじゃない？なんか。確かにそうだね。無理やりなんか、勧められたから5冊買ってみたけどさ、みたいな。いや、それはむしろ愛だけど。まあ、それはそれですごくありがたいし、嬉しいけど、うん。見たいからっていうの、ね。1冊手に取って、それでよかったら、みたいな。そうですね。気になった方は、もうすごく時間が、まあ、限られている中で、一生懸命作った写真集なので、ぜひ気になった方は覗いていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。6月なので多分もうそろそろでしょうね。もうそろそろですね。はい。ぜひぜひ。うん。お願いします。そんな告知でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんなとこでも3時間ぐらい語ったつもりではあるんですけど、ちょっとメールもね、ちょっとずつ読んで。